祖父母のペドロ二世皇帝、テレサ皇后とペーター・アウグスト、1887年、ペーター・アウグストルートビヒ・マリア・ミヒャイル・ガブリエル・ラファエル、ゴンツアーガ・フォン、ザクセン・コーブルク・ウント・ゴータは、ザクセン・コーブルク・ゴータ家のカトリック系の文化古藩リ公爵家の講師。ブラジル提出の一員でもあり、ブラジルでは、ペドロ・アウグストでサシコブル語、イ・ブラガンサと呼ばれる。 ザクセンコーブルク号多公子ルートビヒアウグストとその妻でブラジル皇帝ペドロ二世の次女レオポルギナとの間の長男として生まれた母方の祖父ペドロ二世は初孫であるペーターを非常に可愛がりペーターとすぐ下の弟アウグストレオポルトをブラジルに引き取り養育した1875年におばでブラジル帝位継承者のイザベル王女に 長男ペドロであるカンタラが生まれるまで、ペーターは将来のブラジル定位の相続人とみなされていた。このため、1889年にブラジルで軍事クーデターが起きて帝政が倒れた時、新体制をめぐる話し合いの中で、ペーターを摂政に据えて、帝政を維持する構想も持ち上がっている。亡命者となったブラジル皇帝一族が巡洋艦。 パラナヒバに乗り込んでヨーロッパへ向かっている会場でペーターには精神疾患の症状が現れた。ペーターは巡洋艦の艦長に殺されるという被害妄想に苦しむようになったため船員たちはペーターを客室に隔離せねばならなかった。ヨーロッパに到着するとペーターの精神病はいよいよ重くなった。ペーターは自殺未遂をした後長く 正気を全く失ったままで、トゥルン・アンデア・ドナウに暮らした。ペーターは、ジークムント・フロイトの患者の一人であった。ペーターは、ウィーンのサナトリウムで亡くなり、コーブルクのセイヤウグスティン教会にある、コハーリー公爵家の地下納骨堂に埋葬された。ウィキメディアコモンズには、ピーター・オーガスト・フォンザックセン、コーブルク・ウント・ゴタに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。